阿部明弘へちくり。阿部監督はみんなでつなぐ意識を持ってやってくれたのでよかったです。菅野も粘り強く結果的にいい投球だったと思います。時計14安打を放った打線と先発右腕を称賛。またこの日は2戦連続で欠場し、試合前練習では打撃練習も行わずにベンチへと下がった坂本についてはそれ休養的意味合いもあるし腰がちょっと重かったみたい、休み明けの試合は出場する予定で行きますと軽症であることを明かした。一方で坂本の代役として緊急昇格し4打数1安打と結果を残した秋広については1本打っても2本目がいつも出ないのでそこら当たりは厳しく言っていこうかなと思いますと阿部隆でちくりと刺した。阿部って秋広に何か言わないと気が済まないのかな。阿部の思考なら2番は盾を抱えず口で5番にヘルナンデスを置くよ。名古屋はしけたゲームになりそうだな。ソフトバンク投手陣だと特に、いや言われなくなったら終わりだよ。数が数えられないと言われたことを根に持っているから。阿部は秋広に厳しくしたいのはわかるが、ウレーニャに甘いのはなんでだろう。遅刻しなくて練習一生懸命やってるからか。まあ秋広はまたこすったヒットだし、せめて引っ張り方向にえぐい打球あればな。秋広、今季5安打ウレーニャ。通算3安打、今季0安打。阿部は現実見ろよ。ご視聴ありがとうございました。